ゲームセンター CX を参照。作業服は様々な作業を、労働をする際に着用する衣服全般。特に両胸にポケットのついた襟付きシャツと揃いのカーゴパンツ風のものの上下を指すこともある。作業着、作業衣とも呼ばれる。会社、工場などの制服に指定されている場合もあり、ポリエステル素材においては再生ペットボトル繊維が用いられているものもある。 半袖タイプや防寒性を意識した綿性もある。特殊な作業に応じて静電気を帯びない静電服や燃えにくい難燃服などもある。人力車のスタッフカーハートやディッキーズはワークウェアブランドとも呼ばれる。ジーンズのルーツもワークパンツとしてのものだった。白地と紺地のヒッコリーストライプは汚れを目立たせない模様として考案された。他にもペインターパンツ。 オーバーオール、カバーオールなどもある。これらはデザイン性や機能性が評価され、今日ではファッションアイテムともなった。日本では洋服の導入の影響で大正時代頃から仕事着全般も洋風化していったと言われる。すでに江戸時代にも引けしや飛び職などの職人は洋服に近く動きやすい桃引き姿だった。現在の飛び職はニッカーボッカーズ型の 飛び服を着用していることが多いが、高所でバランスを取るためや突起物への安全対策からの普及と言われる。農村部では民族衣装が農作業用という例もあり、ドイツ南部の女性の民族衣装であるディアンドルは農民の作業服が元になっているため装飾がシンプルである。日本では災害などの有事に閣僚らが防災服を着用することもある。見た目は 作業服風だが、アラミド繊維などの難燃素材を用いている場合がある。小犬、小ぬとは、竹が腰あたりまでの長さであって、袖はないが半袖であるという方の作業服のこと。青森県、秋田県など、東北地方では、朝や木綿でできた人への作業服のことを古くからこう、称しており、補強するために、胸や肩などの部分に、 幾何学模様などの図柄を刺繍し縫い込む手法を、刺し子の一種として、しこぎぬ、こぎぬ刺しとも称した。ありがとうございます。